ロブスターとアメリケーヌソースアメリケーヌソースはフランス料理のソースの一種である。エビの殻を炒めることで、甲殻類独特の甘みとコクが堪能できるオレンジ色のソース。オマールエビの殻と香味野菜を炒め、フィューメドポアソンを加えて煮詰めて、コシ、エビ味噌を加える。これを再び煮詰めて生クリームで伸ばす。オマールエビの代わりや、 追加としてカニなど他の甲殻類の殻を加えることもある。アメリカエのソース誕生の逸話として次の話が伝えられている。1850年代、パリのピーターズというレストランを営む料理人、ピエール・フレスはかつてはアメリカ合衆国のシカゴのレストランで働いていたことがあった。ある夜遅く、アメリカ時代の友人たちがフレスを訪れ食事を頼んだ。 フレスは、あり合わせの材料を使って、オマールエビの料理を作った。この時に作ったフレスの料理は好評で、料理の名を問われて、フレスがとっさに答えた名前が、オマールエビのアメリカ風。この料理のソースが、アメリケーヌソースと呼ばれるようになった。ドダンブーファンのポートフ、アメリケーヌソース、ソースアメリケーヌより、ありがとうございます。